中症についてのお話。みんなは熱中症のこと知っているかな。レッツプレイ。お部屋で遊ぶの飽きちゃったな。ゾラ、お天気良さそうだし公園で遊ぼうよ。いいね。ツッコモン、公園で遊んでくるね。あら、行ってらっしゃい。夏のお外はとっても暑いから帽子をしっかりかぶってお水を飲んで熱中症に気をつけてね。はーい。公園着いた。暑すぎ。あ、プリルがいるよ。やっほー。先生、クモリン、やっほー。何して遊んでたの？お花を摘んで遊んでたんだけど、とっても暑いから熱中症になるように、お水を飲んで休憩中だよ。つくもも言ってたけど、熱中症ってなんだろう。ジューしようってことじゃない？違うよ。熱中症っていうのは、早くあっちで遊ぼう。ちょっと聞いてる。あ、くもりん待ってよ。行っちゃった。うん、くもりん選手泣きます。任せて。ナイスキャッチ。もっと遠くから投げようっと。帽子邪魔ですな。取っちゃおう。僕も帽子の中が汗でびっしょりだ。サンタの帽子取っちゃいなよ。暑いけどちょっとだけならいっか。ちょっと二人とも、お、取れる。帽子をちゃんとかぶってお水もちゃんと飲まないとダメだよ。熱中症になっちゃうよ。いい、大丈夫大丈夫。まだ喉乾いてないもん。僕はちょっと喉乾いたけど、お水向こうにあるからいいや。今度は滑り台で遊ぼう。あ、待ってよくもりん。もうどうなっても知らないんだから。はぁはぁ、汗がドバドバ。ちゃんちゃん、休んでる暇ないよ。僕も僕も、ふっふー、楽しい。外の気温は37度。とっても暑いわね。二人とも大丈夫かしら。心配だからちょっと見に行ってみましょう。はぁ、なんだかクラクラするかも。バナナがたくさん見える。僕も体がとっても暑いな。フラフラする。おいサンサンとクモリンまだいるかな。飛んで、元気いっぱい。クノールカップスープ、牛乳で作るシリーズ。あれは二人とも大丈夫？どうしたの？あ、大きなバナナ、おいしそう。バナナじゃないよ、やめて。回る。うん、体がとても熱くなってる。サンサン、クモリン、プリルも。つくも、助けて。倒れてたの。熱中症だわ。涼しいところへ連れて行きましょう。まずお水を飲んでちょうだい。もくもく。わあ、生き返る。そして首や脇の下を氷で冷やすわよ。うわあ、冷たくて気持ちいい。ちょっと元気になってきたかも。もう心配したんだから。二人とも熱中症になっていたのよ。今は良くなってきたから良かったけれど、病院へ行かなきゃいけないほどひどくなる時もあるのよ。そうなんだ。熱中症って何なの？今日みたいなとっても暑い日は体は汗をかいて熱を冷やそうとするの。汗をかいたら体が冷えるの？汗は乾くときに熱を持って行ってくれるのよ。知らなかった。だけどずっと太陽の下にいて汗をかきすぎると体の中の水がなくなってしまって熱を冷やせなくなるのよ。そうなったらどうなっちゃうの？熱が体の中に溜まって体が熱くなって気分が悪くなったり頭がクラクラしてしまうの。さっきの僕たちのことだね。これが熱中症の仕組みよ。だからお水を飲まなきゃダメって言ったでしょ。これからは暑いお外で遊ぶときはしっかりお水飲みます。あとは帽子をかぶったり太陽が当たらない涼しい場所で休むこともとっても大事なのよ。分かってくれたかしら？
動画を見ているみんなも、暑いお外で遊ぶときにはお水をたくさん飲む、帽子をかぶる、涼しい場所で休む、この3つを守って遊んでね。約束守れる子はグッドボタンよ。涼しいところでバナナを食べるのもいいよね。そうだ、カンタバナナー、カンタリーン、モンスタートラックのパワースマッシャーズ、パワースマッシャーズ、パワースマッシャーズ、はいはい、ファイブアラーム、ダイナマイト、デモタービー、あ、よいしょ、ランクスター、ボンシンジャー、スケルサウルス、あれよっと、珍獣スケルサウルスが走って走って追いかける、パワースマッシャーズ、パワースマッシャーズ、パワースマッシャーズ、はいはい、逃げて逃げて、とにかく逃げて、捕まらないで走り切れ、パワースマッシャーズ、パワースマッシャーズ、パワースマッシャーズ、はいはい、パワースマッシャーズ、チーズチャレンジプレゼント、僕はドクターサンサン、誰か助けが必要な人がいないかパトロールだ。みんな困ってれば、今日は公園に遊びに来たよ。私は砂場、僕は滑り台、あ、僕も僕も行くよ、ピュー、僕もピュー、もう一回塗ろうっと、あ、僕が先に滑りたい、よし、ここから乗っちゃおうっと、あ、ずるい、近道だもんね、足元が滑ってとっても危険だからね。はい。ねねね、今度は何して遊ぶ？ブランコにしよう。僕も。あ、僕もブランコしたい。でもでもその前に転んで疲れたからバナナ休憩っと。ちょっときついでしょ。私が先に見つけたんだから。やだ。僕も先に乗りたい。私が先。僕だってば。ちょっと喧嘩しないでバナナ食べない？今す
ごい叫び声が。嫌な予感。大丈夫ですか？トモリン。だよね。なんか大きくなってるし。このブツブツは？これはもしかして。二人が戻ってくる間にミツバチさんと遊ぼうとしてたら刺されちゃったんだ。なのの。なのの。なんて危ないことを。まずは応急処置だ。よいしょ、こらしょ。仕上げに塗り薬っと。ありがとう。よかった。これからは蜂や他にも危険な生き物を見ても近づいたり触ったりしちゃダメだよ。はい。もう怪我はごめんだね。よし、じゃあ気をつけてもう一遊びしますか。うん、そうだね。クモリンはいっぱい蜂に刺されちゃったから一応病院でも見てもらおうね。はーい。みんなも公園で遊ぶときはマナーを守って安全に遊ぼう。守れる子はグッドボタン。お水で洗おう。いやいやよ。消毒液つけよう。いやいやよ。やっほー。サンサンだよ。今日はみんなで公園に来てるよ。わー、もう一回滑っちゃうよ。クモリン、いらないように絆創膏貼ろう。わー、ありがとう。みんなは覚えられたかしら。うーん、やっほー。私も習おうっと。風よ、ブランコよ、ありがとう。クモリンすごい。私もやりたい。二人とも何やってるの。ブランコで手離しちゃダメ。あー、あら、大変。僕がしてみるよ。お願い。お水で洗おう。いやいやよ。消毒液つけよう。いやいやよ。サンサン痛いよ。ちょっと我慢してね。こんな痛いのもうやだ。どうしよう。フリルが痛がって傷口がなかなか見れないよ。フリルが痛がっちゃってるわ。いけー、僕の泥だんごじゃん。クモリン、投げたら危ないよ。サンサンも楽しいからやってみようよ。おー、クモリンは言うこと聞かないし、フリルは怪我するし、どうしよう。フリル、痛くないからいらないように絆創膏貼ろう。できた。サンサンやるじゃない。わーい、僕が一番早いよ。あんまり走り回っちゃ誰かとぶつかるよ。いくよ。じゃじゃーん。そんなにいっぱい回っちゃ危ないよ。クモリンかっこいい。わーい。ベンチまで運ぼう。
とは手当てよ。じゃあ行くよ。お水で洗おう、いやいやよ。消毒液つけよう、いやいやよ。バイ菌が傷口に入らないように、パソコン貼ろう。できた。サンサンすごいわ。ありがとう。サンサンお医者さんみたい。えっへん、二人とも公園で危ない遊びはしちゃダメだよ。そうだね。ごめんなさい。みんなも公園はルールを守って遊ぼうね。怪我をした時は正しい応急手当が大事だよ。それでも良くならなかったら病院へ行こう。はい。みんな困ってるもん。サンサンとんごもりんルイッツ。今日はトイレマナーについて知っておこう。みんなはちゃんとおトイレできてるかな。レッツプレイ。ブーン。ものです。警察？お邪魔します。なになに？俺様は何もしてないぞ。そこのあなた。え、私？あなたにはトイレ我慢している罪の容疑がかかっているわ。確かにいっぱい汗かいてる。もうごまかせないわよ。ごめんなさい、遊びたくて我慢してました。トイレの我慢はとっても体に悪いわ。ちゃんと行きたいと思った時に行きましょう。はい、行ってきます。あ、僕もさっき行こうとしてたんだった。なんだか体が軽くなった。急がないと。よいしょ、こうかな。はい、ちょっとお話聞かせてもらうわよ。うわー、僕何かしました？今あなたには間違った便座の座り方をしている罪の容疑がかかっているわ。トイレをするときは前を向いてゆっくり便座に腰をかけるのよ。こうだね。次から気をつけてちょうだい。はい。次僕も入ろう。あ、ちゃんと便座に座らないと警察さんが来ちゃうよ。僕ちゃんとできるよ。よいしょっと。ほら、問題なし。おトイレ完了。あとはトイレットペーパーで遊戯するだけ。もっとかな。まあこのくらいでしょう。多すぎるわ。にょい、警察さん。あなたにはトイレットペーパー使いすぎ罪の容疑がかかっているわ。使った。トイレットペーパーは取りすぎないで必要な分だけ取りましょう。一気にたくさんのトイレットペーパーを流すのはトイレを詰まらせる原因にもなるわ。ちゃんと守ってちょうだいね。はい、気をつけます。お、やっと出たか。ちょうどトイレしたくてしょうがなかったんだ。そうだ、教えてあげる。トイレットペーパーは使いすぎないように気をつけるんだよ。そんなの言われなくても俺様はわかってるぜ。もうなんだってノイズ様だからな。トイレを済ませたらトイレットペーパーは必要な分だけ使う。トイレ完璧。あ、ノイズもトイレ終わったんだね。みんなのこと待ってたら僕も行きたくなっちゃった。トイレトイレ。いやー、それさん、どうしたの？何が終わった？トイレにうちが。うち？それがどうした？匂うわ匂うわ、これは大事件だわ。警察！俺様は何も。いいえ、あなたにはトイレが終わった後流してない罪の容疑がかかってるわ。何？トイレは使った後必ず流さないとダメよ。
トイレをきれいに使うのもそうだけど、次に使う人が困ってしまうわ。本当にびっくりした。わ、悪かったな。流せばいいんだろ。流すときは小さい方と大きい方で回すところが変わるから、ちゃんと使い分けましょう。グーだな。次はこんなことしないように。ふう、やっと入れる。よし、トイレオッケー。ちゃんとお水も流して、無事に完了。よし、みんなトイレが済んだところでおやつにする。いいね。はい、ストップストップ。もうみんなトイレは済んだよ。最後にみんな大変な罪を犯しているわ。え、どういうこと？トイレが終わった後、必ずしなくちゃいけないことがあるの。なんだ？それがわからないと、みんな逮捕しちゃうわよ。トイレをした後にしなくちゃいけないこと？バナナを食べること？エモリンが食べたいだけでしょ。お腹空いちゃって。あ、もしかして手洗い？そう、トイレをした後は必ず手を洗うこと。トイレの後は手がバイキンや細菌だらけだから、そのままおやつを食べたらそのバイキンごと食べることになるわよ。洗ってきます。トイレの後は手をきれいに。うん、上出来よ。これからもトイレのマナーを守ってちょうだい。忘れないように振り返りましょう。トイレの我慢はダメよ。便座には正しく座りましょう。トイレットペーパーは使いすぎないようにしましょう。トイレをしたらちゃんと流さないとダメよ。最後に、トイレをした後は手洗いをしっかりしましょう。守れる子はグッドボタンよ。でも綺麗になったところでバナナ休憩だい。みんな困ってる。くもりんです。今日はみんなで遊園地に出かけるよ。車に乗って、さあ出発。ダメダメダメ。いい、なんで？気になる続きはこの後すぐ。レッツプレイ。今日はみんなで遊園地、楽しみだね。そうだおじさん、運転ありがとう。そうだ、さあ乗ろう。俺様が真ん中だ。いいとこ取ってずるい。よし、みんな準備できた？お菓子も持ったし、飲み物もオッケー。うん、大丈夫。俺様が忘れ物をするはずに。楽しみだね。レッツゴー遊園地。こら、ダメダメダメ。わーわー、なんだ？あなたは？僕はマナー警察。車のマナーを守っていない子は誰だ？守れてないの？そう、この中でシートベルトを上手につけれてない子がいる。動画の前のみんなも考えてみて。正解はソーダオチさん以外のみんな。ソーダオチさんしかちゃんとつけれていません。確かに私はつけ忘れちゃった。つけ忘れダメ。僕はしてるよ。私もしてるわ。僕も僕も。君たちはつけ方がダメ。ねじれないように引っ張って肩にきちんとかけるのが大事だよ。この時首に当たっていると、もし事故に遭った時に首が締まってしまったりするから、首には当たらないところにベルトを置こう。俺様は真ん中だからシートベルトはねえぜ。ダメ。真ん中にもシートベルトあるよ。自分や周りの大人の命を守る大事なベルトだよ。座ってガッチャン、シートベルトで必ずシートベルトをつけよう。マナーを守っていない子は遊園地には行けません。え、それってもしかして、出発中にマナーを守れていなかったら逮捕逮捕逮捕。今は出発前だから厳重注意で許してあげる。でも次はダメ。連行します。みんなシートベルトはした？座ってくっちゃ、シートベルト。よし、今度こそ出発。遊園地着いたらまず何乗る？そりゃジェットコースターだろ。ドキドキしちゃう。あら、天気が悪くなってきたわね。あ、ちょっと雨降ってる気がする。え、気のせいじゃない？本当だって。え、全然降ってないよ。降ってるよって。そこの車、ト
まりなさーい。マナー違反はダメ。窓を開けてたから。窓は開けて大丈夫。でも手や体は出しちゃダメ。落ちて事故になっちゃうこともあるんだ。手ぐらいはいいでしょ。それも怪我のもと。ダメ。君たち逮捕逮捕逮捕。遊園地で遊びたいのに。ポニルとミーミーが捕まっちゃった。僕みんなと遊園地に行きたかったのに。ま、王子様はそんなミスしないけどな。そうだ。お、休憩に駐車場に泊まるのか。うわ、数量限定特大パフェが売ってるだった。休憩の時にお手洗いに行っておかないとね。行ってきます。よっしゃ行くぜ。うん、マナー違反は逮捕。カフェを食べちゃダメなのかよ。私はトイレに行きたかったのよ。トイレもパフェもオッケー。でも急に車から出るのはダメ。周りの車もびっくりしちゃうよ。あとドアを突然閉めるのもダメ。突然扉を閉めたら中の人が怪我をすることもあるよ。車から降りるときは周りを確認してから降りたり、大人が迎えに来てくれてから降りよう。君たちは逮捕。遊園地には行けません。なんだと。悲しいわ。そうだ。あ、天気良くなってきた。虹だ。窓は開けてもいいけど手は出さないってね。わあ、遊園地だ。早くジェットコースター乗りたいな。あ、到着しても大人の迎えを待ってから降りる。そうだ。ありがとう、ソーダおじさん。あ、雲に着いたみたい。私たちもちゃんと守れば一緒に行けたのに。次はちゃんと守りましょう。おや、反省してくれたみたいだね。解放してくれるの？これからもルールを守ってドライブする約束ができるならね。へいへい。あ、みんな、やった。これでみんなで遊園地に行けるね。バナナジェットコースターに乗りに行こう。そうだ。そんなものだ。
してくれてありがとう。